関根勤選手権ね、水曜ダウンタウンの、あれは僕はもともとですね、笑っていいとものそっくりさんのコーナーで僕が司会をしていまして、それで推薦者が出てくるわけで、推薦者が出てきて、じゃあ誰に似てるか見せてくださいって言うと、ちょっと情けない武田鉄矢ですとかね、そういう風に出してたんですよ。で、一番初めにね、なんとなくね浮かんじゃったんで行っちゃったんですよね、ポロッと、うん、なんかを。そしたらね、なんか後ろの藤井隆くんとかね、誰かが笑ったんですよね、あれこれいけるなって言うんだね。いろいろやってるうちにレギュラーになっちゃったんですよ。で、まあ僕としてはあれはアマチュアの方だから、多分一生に一回しかテレビに出る機会ないと思うんですよ。その時にね、ちょっと暗い感じの人にね、僕は今すごい悩んでおりますとかね、なんかかわいそうじゃないですか。ちょっと静かな人の場合はなんか頭がいいみたいな感じでね、昨日詩集3冊目を書き終えましたとかね。そういうふうにね。で、でっかい男の場合はね、チャーシュー麺、チャーシューを大盛りでいただきますとかね。それから女の人でやっぱりこうあんまりアウトドアっぽくない人は、膝にアプリケを縫うのが好きですとかね。まあそういうのがまあ評判になって、まあ終わっちゃったんですけども、この間水曜ダウンタウンでね、でいろんな芸人さんでやってもらおうっていうん でやってもらいましてね、面白かったですね。今風のテンポでしたよね。出てきてポン、出てきてポン、そしてまたチャレンジャーが変わって出てきてポン。まずね、あそこ全部編集で切ってあるけど、加納英孝くんが意外とうまくて、あとその後のつなぎのトークがめちゃくちゃね丁寧でね、アマチュア その素人の方に対して、すっごい、そうなんですか、そうなんですかとか言ってね、気持ちよく返してた。加納英孝の可愛がられる気持ちが分かった。すごい可愛いし、すごい丁寧だし、モテたっていうのも分かった。いやー、ここオードリー春日君がね、僕もっと滑ると思ったの。そしたらね、僕ね好きだったのはね、二十歳ぐらいの女性にプロレス会場で長谷博士の T シャツをキャッチしたことがあります。これいいんですよね。買ったんじゃないんだよね、こうキャッチ。これうまいなと思って。60代の白髪混じりの男性はね、昨日怖い夢を見ました。これは僕4点つけたんですよね。ストレートなんですよね、怖い夢は。だから怖い夢だったら、例えば奥歯が全部抜けちゃう怖い夢を見ました、歯ぎしりができなくなっちゃうからとかね。で、僕は妻の小言と痛風には勝てませんって言ったんですね。